ウォーターピックウォーターピックは水流により航行内を清掃する機械、航行洗浄機のこと。またアメリカ合衆国に本社を置くウォーターピック社製の航行洗浄機のこと。ウォーターピック社が所有する登録商標であるが長きにわたりウォーターピック社が世界的に高いシェアを保っているため航行洗浄機の一般名称として使われることも多い。本校では 高校洗浄機一般としてのウォーターピックを解説する。ウォーターピックとは直訳で水の爪楊枝を意味する。その名称通り、葉の間の食べかすや思考を取り除くことを目的としており、デンタルフロスよりも手軽に行うことができる。ウォーターピックはタンクに入れた水、ぬるま湯をコンプレッサーにより水圧をかけてノズルから発射されるジェット水流により思考、 食べかすなどの高校内の汚れを落とす校内掃除用の健康機器である。ノズルの形状各社ともノズルの形状に工夫を凝らしており、付け替え式で強制の器具の部分を洗浄するタイプ、歯肉溝を洗浄するタイプなどが提供されている。据え置き型、携帯型本体の形状はタンクにつないだコードのある据え置き型が主流であるが、コードレスタイプの 携帯型の製品も登場している。据え置き型は洗面所にティッシュ箱程度のスペースが必要になるため、スペースを確保できない場合には、携帯型がおすすめである。携帯型は据え置き型に比べて水流がやや弱いが、価格も安く手軽に扱えるメリットもある。ジェット水流の強さ水流の強さは、ユーザーの好みによりある程度コントロールすることが可能である。 洗面所の水垢を一瞬で洗い落とすほどの強さがあるため、水流を直撃させた箇所については、校内のほとんどの思考や食べかすを洗い流すことが可能である。その他、ウォーターピック社製のウォーターピックは日本においては1971年により販売が続いていたが、2006年6月30日日本事業所が閉鎖され、日本市場から撤退した。 商品自体は amazon.co.jp などで並行輸入品を入手することができる。一般にウォーターピックを利用することでクリーニング効果と水圧による歯肉へのマッサージ効果が誰にでも手軽に得られる。クリーニング効果前者のクリーニング効果では歯ブラシによる歯磨きだけでは取ることが難しい食べかすや思考を洗い流すことができる。洗い流した口の中の水が 酸っぱい味などがする場合にはそれは思考である。洗面器を置いて、ウォーターピックを試すと、どれだけ食べかすが取れているかがよく理解できる。歯磨き時間の短縮場の場所や、ウォーターピックを当てる角度などの関係で、すべての思考を除去できるわけではないため、朝晩の歯磨き。しかし、司会が提唱する、一日三十分間の歯磨きが必要であるところが、ウォーターピックを利用することで、 1>, 1日朝晩5分ずつの歯磨きで済むようになることは大きなメリットであると言える。歯磨きをしすぎたり、正しい歯磨きができていない場合には、歯が削れたり、歯肉を痛めたりすることがあるため、デンタルフロスやウォーターピックなどを併用することが望ましいとも言える。マッサージ効果、ウォーターピックを2から4週間ほど利用することで、歯肉が引き締まり、血行が改善することで、 青黒くなっていた歯茎がピンク色に戻るとされる。プラークの抑制効果に本歯科大学の調査では、通常の手用歯磨きにウォーターピックを併用することにより、手用歯ブラシのみの場合と比較し、2週間後に、プラックインデックス、プラックコントロールレコード、ジンジェバルインデックス、ブリーディングオンプロビングプロビングデプスの各指標に対し優位な改善を認め、 高校洗浄器具を併用した場合、臨床的にプラークの抑制効果があるという結果が得られている。1日1から2度のペースで使用を続けることで、校内の細菌を減らし、結果として、思考、筆跡ができにくくなるのである。特許庁商標検索サイトウォーターピックコードレス、製品情報、デンタルウォータージェット、ウォーターピック販売終了のお知らせウェルテック株式。 会社2006年11月1日掲載、ハイドロフロス製品サイト、諸積祐子、山下城、安倍雄三、安川俊之、武田真由、宇野清弘佐藤聡志、脈動ジェット水流式高校洗浄器具の臨床効果、日本歯科保存学雑誌第52巻サプル、日本高校外科学会、東京都豊島区、2009年4月、 一瞬0387から2343。ありがとうございます。